はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、まあちょっとあの1個前の診断になるんですが、これなんだっけパック名、ブレイジングアリーナか。このパックで実装されたこのボルカニックエンペラーというモンスター、皆さんご存知でしょうか。多分ねご存知ない方もめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思うんですが、ボルカニックモンスターの、まあ、一応エースカードになってまして、まあ、オブライエンさんのね、あの魔改造されたエースモンスターですね。ボルカニックデビルってやつはいるんですけど、そいつのなんかエンペラー版、はい、でこいつ何するかっていうと、その通常召喚できなくてフィールドか墓地から炎族モンスター3体かブレイズキャノンカードを除外したら特殊召喚できるよという効果になってます。で特殊召喚に成功した場合に除外状態の炎族モンスターの数かける500ダメージを相手に与えるという効果ありまして、でこの効果を使ってなんかワンパンしてなって思ったんですよね俺ワンパン、この効果で殺してなっていう相手を思ったんですよ。ボルカニックってもともと先行アンケルが一応できるテーマになってまして、一応なんかそのテクニックを使っていろいろね、あのバーンダメージ稼いでいくと、なんかパーンパーンパーンって何回か4回ぐらいバーンダメージ入れてワンキルするみたいな感じのテーマだったんですけども、ちょっとなんかこいつの一番の方が一発でそのかめっちゃ除外状態のあの炎族用意してこいつ出した瞬間勝ちてえなと思ったんですよね。はい、ということで、今日はそれを実現するべくデッキを組んでまいりました。まあやることはですね、まあめっちゃ至極簡単で、デッキの中に入ってる炎族をひたすらに墓地に叩き落としまして全部で、そいつらを、白雪っていうモンスターで除外しまして、最後にこれ出して、でうわめっちゃ除外状態に炎族溜まってる、やったーでバーンって勝つっていうこれですちょっとね、まあ、あの大体やることがこの辺のモンスター見れば、まあ、クソレッカーの皆さんであればわかるかなと思うんですが、ちょっと早速ですね、このゴミカスムーブ、ワンパンマンって呼んでるんですけど、ワンパンマンムーブ、お見合いしていきましょう。デュエルスタンバイ。あーなるほど、なるほど、龍一ですね。サイバネットマイニング打つしかなさそうだな。サイバネットマイニング打つ、サイバネットマイニング打ってさ、コストボルカニックバックショットだったら相手これ混乱しないかなおい、どういうことってならない、これどういうことってなるはずなんだよ俺普通だったらわけわからなくなるの俺。すいません、あの今回ちょっとあのアルティメットクソレッキなんでご容赦ください。サーキュラー出してどうしてもちょっとやりたかったことが あったんですよ。このもう診断のさペースが4月早すぎて、あの3月4月ちょっとねまだねこうなんかやりたかったけどできてないデッキみたいなやつがあって、それの1個なんだけど、ちょっとでダランブレッシャーだぞ。あとは2ビルだけ踏まなければなんとなる。で残機カードを1枚手札に加えまして、これはまあなんか何回か動画で取り上げたことが あるんですけども、デッキのメインデッキの中のカードを全部墓地に送るっていうギミックですね。はい、あのサイバース展開を使って、はい、でこのサーキュラー君から入るこのサイバース展開のいいところは、シグマの効果とか使ってエクストラデッキからのサイバース縛りとかがついちゃっても、一応メインデッキに入ってるカードとかであればもう全然使えるし、あとトランスコロトーカーの効果を一切使わないんですよ。なんでトランスコロトーカーの効果使っちゃうとサイバースしか出せないっていう縛りが入っちゃうか、メインデッキからもサイバース縛り入っちゃうんですけど、これメインデッキからの特殊召喚とか手札からの特殊召喚とかは全然大丈夫なんで、サイバース縛り入んないんで、エクストラデッキから以外やったら大丈夫なんで、まあ、そこがちょっとなんだろう、他のサイバース展開のデッキと違うところかな、一応ね。はい、でサイバースイッチの効果が起動して魔法カードをゲームから除外することによって、ちょマジわけわかんねえよな、お前何がしたい年間があると思うんですよねこれね。まあ、ちょっと若干イグニスターも入ってるんでね、はい、ちなみにあのイグニスターはなんで入ってるかっていうと、単純にリンク素材として優秀で、なんか横に展開が伸びるからっていうだけなんですけどイグニスターの展開あんま知らないんだよ俺ちなみに、だからイグニスター、俺イグニスターっていうねデッキもね結構強くてさ、割と使われること多いと思うんですけど、マジで俺知らないんで、イグニスターこれこの
なんかダークライトあとイグニスターと気合でリンクスタイ伸ばす以外の方法は知らないからちょっと誰かあのイグニスターのプロあの誰か教えてください。イグニスターデッキちょっと使ってみたいなと思ってます個人的には。はい、どっかで、まあ、タイミング来ないですけど今のところ。あ、ちなみにあの今のでね、あの想定した、イグニスターモンスター効果無効になってるんですけども、ペガサスを、作りますと、ブルルちゃんが、発動して、ピカリちゃんが出てきて、でピカリの効果によって愛、魔法トラップカードを気合ですね、はい、気合持ってきて、で、一旦ナイトオブストームドラゴンの効果発動。ナイトオブストームドラゴンはデッキから、レベル5以上の、サイバース出してこれて、で、一旦リンクしましょう。ファイヤーウォールドラゴンいけ、元禁止カード、ファイヤーウォールドラゴン、さらに気合の方か、自分の墓地からイグニスターを特殊召喚。これでまあ3分蘇生させまして、これプロテクトコードトーカーとかでもいけそうだな、なんか今思ったけど。でもプロテクトダメだ、あの除外されるわ。ちょっとそうなんですよ、あのね、墓地のモンスター、墓地にリンクモンスターを残しておきたいんですね、とにかく要はあのちょっと後で最強モンスター出すんですけど、とにかくね、残しときたいですよ。あの、墓地にリンクモンスター、ちょっとダメだ、プロテクトは。今、いけるかと思ったけど、ダメだった。脳内会議でしょ。で、タブラスを回収しながら、タブラスの効果、先ほど落としましたクロックアイバーンを回収しながら、自分が特殊召喚される。OK。で、一旦リンクしまして、インバートおじさん出しましょう。で、リンク先のね、モンスターがフィールドが離れてた時に、ファイアードラゴン、ファイアウォールドラゴンの効果と、ファイアウォールドラゴンって長えよな。なんて呼んでるみんな。FWD。FW って呼んでる？ちょっとわかんない。なんか、ファイアウォールドラゴンの、なんかその、簡単な呼び方教えて。ファイアウォールドラゴン長いわ。ファイアウォールも長いもはや。FW もまあまああんま変わんねえな。長さ。プロキシ F 出して、はい、こっち融合効果内蔵してるんですけど、フィールドのモンスターをなんか、使って融合するみたいな効果ありまして、でクロックアイバーンと融合をしまして、でそうしますとサイバースクロックドラゴンとかいうやべえモンスター出てきて、でこれ、リンク4分墓地を送る。で、リムファイヤーの効果は、起動しない。で、一旦クロックリザード出します。はい。OK。で、クロックリザードが、自分の墓地の融合モンスターを、クサデッキに戻してもう一回融合するよっていう効果なんで、これでサイバースクロックの効果をもう一発ぶち込んでいくといったところですね。まずこれでしょ？で、これでしょ？で、ちなみに、あとは枚数を合わせればいいんですよ。自分のデッキと。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20、22。22、合ってるな。たまにね、間違えてバグってね、デッキに何もカード送られるときあるからさこれちょうど同じ枚数になるようにしないといけないんですけど、サイバースクロックドラゴンで22枚、あぶねえ、 OK で22、はい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 マジでさ、これカタパルトタートルで射出しろって言われたらそれまでなんだけど、マジでこの射出、カタパルトタートルで射出した方が早くないですかって言われたらそれまでなんだけど、じゃそういうことじゃないんだって。でまずバックショットで一発うんこ投げつけまして、ちょっとちょっと使いたいモンスターの効果がですね、ちょっと あるんですから、ちょっと、ま、もううるさいから黙ってろっていう話なんですけど、これでですね、炎属モンスターをちょっと根こそぎゲームが除外します。白雪の効果を使いまして、ちなみに白雪の、ね、効果に対しありませんので、これでぐるぐるぐるってやりまして、もう一回これぶち込みます。はい、ほんで、墓地からひたすらにカードを除外することによって白雪ちゃんが爆誕していく。でこれこうすると何が起きてるかっていうと、今なんかめっちゃ除外ゾーンに炎属モンスター溜まってるんですよね。はい、ということでバゲモンを爆誕しましょう。炎属モンスター3体をゲームから除外し現れろ、ボルカリックエンペラー特殊召喚成功値効果、除外されている炎属モンスターかける500万。これがしたかっただけです。
あとワンパンマンとか言いながらバックショットでちょっとだけうんこ投げつけたダメージ入れてて、すいません。なんかあの診断ペースがねちょっとね、なんかね急にバグるときあるんだよね、マスターディエルさん。なんかあの1ヶ月に2回くらい来るときたまにあんじゃん。あのまた今回は3月だから、なんか決算前とかなんかな、ちょっとわかんないんだけど、3月頭と3月末に2回ぐらい来ててさ、そうなるとまあ嬉しい悲鳴ではあるんだけど、その、作りたかったデッキが、使いたかったカードとか作りたかったデッキがですね、あのね渋滞しまして、あの動画ができてないパターンのやつとかいっぱいあるんですよね、だやりたかったコンボとか使いたかったカードが渋滞していまして、混雑が激しいという、まあ、でもこれは嬉しい悲鳴なんで別にいいんですけどね、はい、まあ、体勢に影響ないんでっていうか診断2個来たところでなんかほぼ使われないカードがさ、マスターデュエルってさ基本的にさランクマしかないからさ、遊び方がなんかあんまりそのおもちゃみたいなカードって多分基本的には使われないんですよね。おもちゃみたいなカード実装したところで本当全員砕いてるだけなんで、なんかその UR 玉にしてるだけじゃないですか。 UR とかだったら SR とかもそうだけど、だからマジで本当に実況者以外誰も喜ばないから、まあ別にね誰一人迷惑かかんないから別にいいんだけど、そういうのはマジで本当にね最近より思うけど、なんかおもちゃデッキみたいなの使う人います、いなくなりましたよ、ね、なんか最初の頃はもうちょいみんなおもちゃみたいなデッキ使って楽しんでいた記憶あるんだけどさ、あんまりそのおもちゃみたいなデッキ使ってる人がほぼいなくなって、ちょなんかやっぱみんな真面目にやっぱ遊戯を してるから、まあそりゃそうなんだけどね、まあ勝たないとジムもらえねえしデッキ決めねえから、まあ当たり前なんだけど、まあ多く来たわ、なるほど、まあ、多くとか関係なきゃいいや。そうなんですよね、そこがね問題ではありますよね。なんかあれですよね、あのクソデッカーとしては寂しいですわ。はい、バラオの審判え、ファラオの審判とかいう地獄みたいなカードセットされたけど、これ大丈夫これ俺。おもちゃみたいなデッキ使ってるやついないっていう話を今してるんだけど、おいお前そのデッキおもちゃじゃねえかそれおもちゃみたいなデッキ使ってるやついないっていう話したところなんだ今。おもちゃじゃねえかそれ、ふざけんな。あ、僕モンスター出してはいけないしっす。草。それは草。そもそもそれ何枚コンボだよ。家具で友情とかしてないと多分起動できねえしな、あれ。キトカロスかなんかあれから天帝で送るみたいな構築感から、ちょわかんねえけどお前。クソコンボそんないとも簡単に決めてんじゃねえぞ。